こんにちは、まめです。今回は第五人格というゲームをプレイしていきたいと思います。まあ、もうある程度やってる人が見てくれると思うので、細かいルールは説明しませんが、まあ、あのサムネ見ていただいた通りだいぶ絶望的な試合となりました。初手はオフェンスと傭兵だけ回して、義士と祭司は隠密ですね。祭司はロングワープを出すことで瞬間移動が来ても全く怖くなくなるので、本来はそれを狙いたかったんですが、残念ながらバレてしまったので、ファーストチェイスが始まっていきます。今回裏話しておくと、この4人、あの VC、あのいわゆるボイスチャットが繋がってる状態、通話しながらゲームしてたんで、わかるんですが、あのだいぶその通信が重かったということで、まあ、すぐファーストチェイスが終わってしまいました。この段階で傭兵の暗号機が5割、まあ、オフェンスも同じぐらいですかね。で、義士はロボの操作をしてたので、まだ2台ともやり始めという状態なので、ファーストチェイスが終わる間に5台上げなきゃいけない暗号機のうちの、まあ、1台ちょっとぐらい回ってる状態ですかね。今回釣られた地下という場所はハンターにとって非常に有利なので、ハンターによってはすぐ救助に行く、もしくは全く行かない選択もするところだったんですが、ハン自体はそこまで救助狩りが強いハンターではないので4割を目指してます。で、ただここで落下攻撃とちょっと恐怖を食らってしまって、残念ながら、まあ、サムネの状況といいますか、残り暗号機5台で地下に2人釣られるという絶望的な状況の完成です。もちろん諦めませんからね。ここからどう立て直していくかってことを考えていきます。で、オフェンスが回してるところ上げ切ってから行かないと、だいぶ遠いところなので移動の時間が無駄になっちゃうんですね。あの効率が悪いということになるので、祭司には申し訳ないんですが、バイバイともう見捨てをして、上げ切ってから傭兵の救助に向かいます。ここでハンターが取る基本的な戦略は、地下から離れずに傭兵を飛ばし切ることですね。引き分け以上が必ず確定するので、飛んだ後暗号機回っているところに圧をかけて、勝ちに近づけていくという動きをするはずです。ただ今回は耳鳴りがない、つまりサバイバーが近くにいないと判断したので、少し早めに回っている暗号機の方にアンが移動を始めました。今回はここがラッキーでしたね。耳鳴りがない、サバイバーが近くにいないと判断した後にオフェンスが地下に到着して、傭兵の救助が間に合うことになります。そして今回ロボを壊されるということで、義士の位置が、ハンターにバレます。そのためハンターは義士の方に行くと思ったので救助を伸ばす動きをしてますね。こうやって椅子を触り続けることで、飛ぶ時間、右のメーターが溜まる時間を伸ばすことができます。ただし、なんとハンター戻ってきてしまいまして、義士を追ってる間にこっそり救助するという作戦失敗に終わってしまいました。で、ここ地下から出るまでの距離が長いのがハンターが強いゆえんではあるんですが、なんと旋回が決まり2人無傷。オフェンス今走ったのは急旋回してタックルをして、距離を稼ごうとハンターをスタンさせようとしたんですが失敗で、傭兵今ここ肘当て使ったことでハンター見失ってくれたんです。ここが2番目のね、かつ最大のラッキーなポイントとなりました。ここで猫を出したのは、猫の近く通るとサバイバーが白く輪郭が表示されるんですが、今回はそっちに逃げてなかったので見つかりませんでした。ここで大事なことは、治療中他のサバイバーは暗号機を回さないことですね。治療中にチェイスが始まってしまうと常に不利な状況を作り続けられてしまうので、立て直しをしているときはハンターをお散歩させることを意識して立ち回りましょう。こうやって時間を稼ぐことで全員が健康状態でリスタートできることと、解読加速が来るのでサバイバー有利の展開になりますね。で、今回義士はロボを壊されているので、箱を開けています。まあ、隙間時間の有効活用っていうやつでしょうか。さあ、まだハンターお散歩してますね。いい感じです。作戦成功ですよね。で、あ、ここで足跡バレました。ただ傭兵の治療も終わってるんで、全く問題ありません。で、アンは猫を踏ませてジャンプで距離を詰めるんですけど、こう板先倒しすることによって飛ばせませんでしたね。呪いの効果時間防ぎきれるので先倒しは非常に有効だと思います。そしてさっき箱を開けて香水持ってますね。
ということで即時香水を決めていく。いいですね。西でね、存在感溜まったハンターチェイスヨット王が本来酷な話ですから、ここでね時間稼いでくれるの非常にありがたい。まあなんて言ったってね、残りの暗黒器4台ありますからね。今香水出てなかったらここでダウンですから、まあ、やっぱりねいい戦略だったと思います。でそしてなんとこの間に、工場技師の引き継ぎを傭兵が上げて、でオフェンスが傭兵の引き継ぎ終わりました。残り2台ここでロングタックルに行きます。理由としては飛び角の傭兵が救助に行ってダウンしてしまうとまずいということと、1台新規が残っているので危機一髪は温存しておきたかったというところですね。でまだスタンしてます。こうすることで20秒以上6がないオフェンスでも時間を伸ばすことができそうだったのと、傭兵がロボの引き継ぎを上げて残り1台に今持ってったので、ここで最後傭兵の救助と6の時間で通電というのを目指してます。でさっきも言いましたが、存在感溜まったハンターに義手で頑張れって方が酷な話なんで、ここは最後の暗号機からとにかく離れてもらって、傭兵が安全に救助に行くという展開ですね。暗号機残り6割ですね。多分救助してすぐじゃ通電できないので、ギリギリの救助かつ治療の壁とか少し時間を稼いでもらうようにお願いしてます。さあ猫出ました。それを綺麗に踏み抜きましたね。まあ、何の猫かも分かりませんでしたが、で外すんかい、これ多分傭兵もね外すんかいって言ってたと思いますね。でまだこれやっぱり寸止めじゃなかったので少し壁をしてほしいというのを、まあ、ボイチャー繋がってたんでしてます。さあ、西ダウン角になっちゃったんですが、2発殴られると通電しても倒れちゃうので、もう少しだけ壁してくれってお願いした瞬間に、猫踏まれて通電しちゃいました。いや、本当ごめんなさい。そして最後に一番重要なことなんですが、釣った後、絶対に瞬間移動するので、ゲートに寄らないことを今共有してます。で、瞬間移動来なかった方が、ゲートを開けに戻って、もう一人は隠密またはハッチを探しに行くというのを、意識して立ち回りましょう。今回は傭兵の方に飛んでくれたので、オフェンスがゲートを触ります。そして傭兵は8待機の予定でしたが、距離と場所的にゲート来れそうだったので、向かってもらうことになりました。で、この状況からの負け筋は、殴られた後、猫を踏むことなので、猫を意識してラストチェイスですね。一発食らえるので。これ今タッチの差でしたね。ただもう、追う手段が案にはないので、絶望的な状況から引き分けが取れました。ご視聴ありがとうございました。もっともっと見せてよ、次の動画。